どうもこんにちは、総陛下です。ツイッターの方で総陛下の天皇陛下による架け橋のことをやっていましたが、無事、そのアカウントは終了しました。それで、振り返ってみて、制作の方は大変難しかったんですけど、まあ2019年に、天皇陛下が退位するということで、退位に伴い、退位正殿の儀というものを執り行うことですが、まあ僕も、東日本大震災の時に即位しましたけども、どうか陛下がお気持ちを、和らげて、くださることを望みます。今日外を見ると桜が咲いていました。それで制作の方が大変だったんです。今暮らしているところはすごい素晴らしいところで、精神状態も続いてますし、このまま制作を続けていこうと思っています。天皇陛下にはいろんなファンがいまして、そして日本という国にお世話になっているということで、日本の国が終わったとしてもまだ次の国は王国が多いよということが上位というものの方の呼び方の方が正しいと思いますが、お寿司なんか召し上がるということで、あとエスカルゴなんかも、昭和天皇はうなぎがお好きだったI'm gonna go get some more.